ロー YouTube キジトラハウスキャットビデオ、昨日のアンチは今日の友、にゃーお。あ、呼び鈴が鳴りましたね。皆さんこんにちは。2021年12月21日火曜日夕方ですね。さあ、キジトラさんいるかな。あ、いたいたいた。キジちゃん、ベルが鳴り中華作業です。キジトラさん、お仕事になります。ベーシックインカムが支給されます。これより始業時間開始でお仕事ですね。羨ましいですね。白い大猫さんになります。ギョロリー、いきなりです。野良黒さんを狙います。ギョロリー、いきなり野良猫ですね。まったもんじゃありません。夕方の監修は4万人も入ってますね。火曜日の夕方ですが、払い戻しは完全に不可能です。キジトラさん頑張ろう。野良猫かお立ち台を降りました。野の字歩き一周玉貸しします。プーマスタイル第2ステージ、尻尾の角度が両方ですね。キジトラさん、これは確実にプーマスタイル合格するでしょうね。それでは当局の発表です。審議の結果、プーマスタイル合格ですね。よかったですね。久々のプーマスタイル、プーマスタイルの合格は明日のですね。そうですね、朝の新聞キジトラスポーツに書かれるでしょうね。大々的にね。キジトラさん、チワ君からの申し子、キジ賞賛警報ですね。さあ、モールス信号聞こえるだろうか。キジトラさん、キジシロさんを狙います。どうかな。ギョロリー、素早いですね。夕方はよく食べていますね。キジトラさん、野良猫がやっぱ来ますからね。お腹すっかしにね、お立ち台を降りてしまいました。野良猫もね、スーパーに行くに買い出しみたいですからね。第3ステージですね。キジトラさん、第3ステージちょっと格好が変わりましたね。やっぱり色艶すごいですね。模様もね、はっきりくっきり。監修も今日は騒ぎませんね。朝はちょっと大変でしたね。チワ君からのモルシゴ、白いお猫さん警報ですね。モルシゴ聞こえるかな。キジトラさん、白いお猫さんを願います。どうかな。ジロリー、まだ睨みます。ジロリー、チワ君からのモルシゴ、白いお猫さん警報です。モルシゴ聞こえるかな。白いお猫さんを狙います。ギョロリー、ちょっと立ち上がったかな。警戒してたお立ち台をですね見ていますけど、どうかな。お立ち台を降りてしまいました。第4ステージですね。今日は調子いいですね。絶好調ですね。キジトラさん、野良黒さんを狙います。ギョロリー、お、こっちもチロジロリー、なかなか目線を合わせていますね。すごいですね。キジトラさん、貴賓席にはナスさん、トシちゃん、マルちゃんがいます。今日も来ております。木造サンドも崩れそうですね。もう明治時代のもう文化財級のねスタンドですからね。そこに4万人も収まっています。保険は入っていません。チワ君からの申し子、キジシロさん警報ですね。キジシロさん、さあ聞こえるだろうか。キジシロさんを牽制します。ギョロリー、キジシロさんのラクロさんにはチロギョロリー、忙しいですね。お、のラクロさんを狙います。ギョロジロリー、野良黒さん警戒です。ギョロリー、よく警戒しますね。来ました、森村氏の違法海賊電磁波ですね。突然来ました、前触れもなく。
那須さん、トシさん、まるちゃんがもう浴びちゃいましたね。隕石と浴びちゃいますね。全部していないですからね。森村氏の違法海賊電磁波、舐めたらいけません。キジトラさんもしびれています。あ、降りてしまいましたね。那須さん、トシさん、まるちゃん、しびれが止まらないですね。もう大変みたいですね。もう砂の嵐状態、画面が止まって、森村氏の違法海賊電磁波しつこいですね。もう画面が止まってぐるぐる。多少キジトラさん慣れてますね。赤い電波が収まりました。ちょっと撫でときましょう。私も痺れちゃいました。夕方のお話はここまでですね。さあ、夕方だからもう帰るのかな。こんな感じで帰っていきました。皆さん、いつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それでは、バイバイでーす。